おはようございますニュースイッチ編集部のコンです鈴木ですこの番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています本日第259回目の放送です木曜日は今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信しますニュースイッチラジオは オレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りしますはじめは今週話題になった記事トップ3のコーナーですニュースイチでよく読まれた記事三本を要約して紹介します三位は三河地方のショッピングモール出店に関する話題ですララポートイオンモール出店 三河地方に大型ショッピングモール続々のわけ。愛知県東部の三河地方で大型ショッピングセンターが相次いでオープンします三河地方は今商業施設各社がしのぎを削る激戦区になっています三井不動産が現在岡崎市東部に開発しているアウトレットモールは25年秋のオープンが見込まれています 敷地面積は15万平方メートル余り施設の延べ床面積は約7万平方メートル駐車場は2050台を計画していますまた安城市で10月に着工した三井ショッピングパークララポート安城は25年春のオープン予定店舗面積6万平方メートルに220店舗が入居します 駐車台台数は約 3, 台を確保します。地元企業では名古屋鉄道が岡崎市とともに東岡崎駅の再開発に着手しました北口に8階建て南口に3階建ての商業ビルを建設南口では24年春にミュープラット東岡崎が15店舗とともにオープン北口は延べ床面積1万3000平方メートルで 商業施設オフィスが入居し。名古屋鉄道沿線からの集客を見込み。二十九年度の開業を目指しています。二位は長崎県五島市の再生エネルギーに関するニュースです。付帯 <noise> 式洋上風力で雇用約百人。人口減少の離島で起きた再生エネ経済革命の実態。九州の西端、五島列島の。 長崎県五島市は再生可能エネルギーによって地域経済の浮上が始まりました舞台式洋上風力発電1基の稼働をきっかけに10億円規模の電力事業が立ち上がり再生エネ関連で100人近い雇用が生まれました地域新電力設立のきっかけとなった舞台式洋上風力発電は2013年環境省の実証事業として戸田建設が 五島列島列の沖合に設置実証終了後の2016年五島市と戸田建設子会社による商用運転が始まりました総事業費200億円が見込まれ地元経済に潜在一遇のチャンスでしたなんとか五島で風力発電を作りたいと当社に懇願地元企業が中心となって五島市再生可能エネルギー産業育成研究会を結成し 島内に製造拠点をししました。2016年時には再生エネ関連の地元企業は4社、従業員は39人でしたが、増設が始まった2022年は9社、従業員は95人に増えました。後藤市は今後の経済波及効果を41億円、雇用を360人と見込みます。洋上風力に加え、 島内の陸上風力や太陽光発電所を合計すると、ご当市の消費電力量の半分を再生エネが占めています。さらに、洋上風力8基が稼働すると、再生エネ比率は80%に達し、再生エネ先進地となる見込みです。1位は、IHI が開発した水素再循環装置に関する話題です。 世界最高水準の大容量 IHI が電動水素ターボブロア実証運転に成功 IHI は航空機の燃料電池向けに世界最高水準の大容量の水素再循環装置となる電動水素ターボブロアを開発し実証運転に成功しました同ブロアの小型化と高耐久性を実現できると期待されます 2024年中に燃料電池システムに乗せて検証する計画です航空機の電動化に向けた技術開発の一環で他の技術開発と組み合わせ30年代の水素航空機の実用化に貢献します独自開発のガス軸計を用いた超高速モーターを採用し大容量化や小型軽量化を実現しました航空機向け大型 燃料電池の水素循環は、従来複数台のブロワーを並列運転する必要がありますが、新開発の電動水素ターボブロアは1台で済みます。完成した試作品の特性評価を行った結果、水素ガス環境や水蒸気を含む高湿順環境で、従来難しいとされていた必要性能が得られることを確認しました。 ここからはランキング外だけど気になる記事のコーナーです。毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事は、ニュースイッチの記事 PV ランキングを元に作成しています。それ以外に惜しくもランク外となっているけれど、編集部が気になった記事を選びご紹介します。おでこに貼って睡眠改善。NTT が新サービス開発。 NTT は体の表面に貼るセンサーで体内の深部体温を測定し睡眠の質の改善につなげるサービスを開発した深部体温測定の指標となる直腸温度センサーと同等の測定が可能な小型センサーを睡眠時におでこに貼るそのデータを分析しスマートフォンアプリケーションに表示最適な気象時間にアラームを鳴らし 生体リズムを整える2023年度をめどに看護師など夜勤のシフト業務がある企業の健康管理部門への発売を目指す脳や臓器といった体内の温度を示す深部体温は脇の下などと違って外気の影響を受けにくい睡眠ホルモンとも呼ばれる血中メラトニン量とも相関関係があるため 血液採取が必要な血中メラトニンよりも容易に測定が可能睡眠時などに測定し続けることで生体リズムを把握できる深部体温は就寝前から下がりだし起床時2時間前に最低の温度になって上昇し始め午後に最高を記録するこの変化をスマホアプリで見える化し最適な生体リズムと現状のズレを指摘する 人が夜更かしや夜勤などで生活スタイルが変化した際は生体リズムが遅れ始め時差ぼけのような症状が出てしまう深部体温が最低を記録してから2時間後に光を浴びると生体リズムが整うため最適な就寝時間や睡眠時間をアプリで知らせるようにする NTT はすでにセンサーの開発を完了 今後は商品化に向けたサービス検証を進める。スマートウォッチなど睡眠状況を測定できる他の機器とも連動しより質の高い計測を可能にすることも検討していく寝ている間の体の動きで睡眠の深さを測定し眠りが浅い時間に目覚ましが鳴るというアプリを普段使っているのですが体温でも測定ができるということをこの記事を読んで知りました。 おでこに測定器を貼るそうで生地の方に写真が載っているんですが寝ている間に取れてしまわないかが少し気になりました最近はさまざまな睡眠改善グッズやツールが開発されており改めて睡眠の大切さが提唱されているように感じますついつい夜更かしをしてしまいがちなのでまずは早く寝ることを意識したいですニュース水チでは毎週100本近い生地を配信していますので こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、エンディングです。本日は睡眠の質を改善するツールについて紹介しましたけれど、はい、まあ最近あのニュースイッチの方でも睡眠の質を改善する飲料の記事だったり、うんうん、結構睡眠関連のものが。 ニュースになるなという印象がありますね。そうですね。よく聞くようになったなって思います。ちょっと前にはや流行ったというか始まったのだと、うん、ポケモンスリープ。ちょっと私使ってないんで詳細は分かんないんですけど、うん、結構盛り上がってたなっていう印象があります。うすねうん、私自身そんなにあの寝れないとか <laughs> なんか寝ることにそんなになんかこう課題を感じたことなかったから。 そんなに課題を抱えてる人がいるんだっていうのをちょっとびっくりしている感じですね。まあでもなんなんですかね。記録に残るから意識しやすくなったりとかはあるかもしれないですね。うんまあ、ダイエットとかと近いですかね。確かに。本日も聞きいただきありがとうございました。次回は12月5日火曜日の朝7時から月一企画ニュースイッチ編集長に聞くを配信します。 ニュースイッチラジオはボイシー YouTubeSpotify 各種ポッドキャストにて配信しておりますチャンネル登録やフォローをお願いしますまたニュースイッチの XTwitter もあるのでチェックしてみてください感想や聞いてみたい内容があれば n e w s w i t c h m i t c a n t 件名にニュースイッチラジオと記載の上お送りください皆様からのメールをお待ちしております ニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りしました。それでは次回もお楽しみに